コンクルージョン。あのただおっしゃ。どうしましょう。はい。どうだどうだ。振らなきゃいけないんだよなこれ。もうここまでの中で相当雨で打たれてます。はい。もういいかな。毎月亀山第1回1月は雨の日は気をつけろ。以上亀山でした。1月に行くもんじゃない。いや1月でも釣れるときは釣れるんですよ。全然そんな行くもんじゃないとか言っちゃったらちょっと、ね、いやいや雨の日に。雨の日はできれば避けたいな。さすがにその辺はさっきも言った通り人がいないからいいやと思うんだったら雨は狙い目。なかなかねこんな日は来るもんじゃないとか言うと冒頭に怒られちゃうんでね。でもドリームがありますからね雨の日には。ないな今日は。ここでバシッと一発お願いします。ここはちょっと岸際に入れてから丁寧に。もう内緒ですもん。あれ語らない。ポイントを言うとね結構近くに投げてくるからね。先釣っちゃおうと思って釣ってくる。自分が釣ることが第一だなと。そうですね、まず小森さんに釣っていただいてそれからでいいんです俺は。それから、はい、一人にやってください。本気出しちゃっていいですか。俺そう兵器とか置いてきますんで。はい、好きにやってくれ。はい、小森さんの装備で好きにやるっていう企画に変更します。それいいですね。あと家持ってきてくれればいいんで。もうとりあえず小森さんの車でちょっと暖を取ってもらって。暖を取るなら帰るかな。東日本1位の人のタックルで勝手にレンタルボートで釣りをするっていう企画に変更しましょう。今年の大会活動は何月ぐらいからスタートしてるんですか。3月からですね。でもなんかあるかどうかわからないですからね、もはや。クラシック。とにかく今はそういうことを考えないで、はい、クラシックの君に今日 JB 電話しなきゃいけないんだ。あ、はいはいはい。ちょっと、そういうことを考えないで、とりあえずこのコロナ禍をいかに、はい、まあ、やり過ごして、まあ、シーズンに向ける準備をしておくかってことで、はい、まあ家はかなり片付いて、はい、綺麗になってきますよ。あ、俺も家めっちゃ綺麗な。まだ全然半分ですけどね。ハードルワーが今、あとトップウォーターで全部終わる。はいはいはい。で、今年使うであろうシーズン中に使うものはもう分けてあるんで、はい、足りなかったらその補充ボックスから補充できるようにしてあるんで。はい。いやでも、本当このコンクルージョンゼノンタックルになって、この軽さがこういうタフなっていうか体が痺れるコンディションの時いいですね。いやそれでも釣れる時にやっぱ曲げてもらいたいんですよね。うん、それはもちろんなんですけど、でもこの寒い中に手がかじかんできても軽いからなんか集中力が保てるというか。さっきから竿持ってませんよ。持ってますよちゃんと。持ってますよ俺。あ、それ一応プロトですからね。はい、グリップのとこちょっとでかいじゃないですか。はい、あのフロントのメタルパーツが。そうですね。それ何かです。あ、取れます。取れました。それ細いタッチだから取れますよ。それを狙ってるんですね、小森さん。そうです、そうです。もちろん。あとは小森さんが投げたところをしっかり覚えていて。あとで、午後の分で一人でやってください。いやいやいや、午後の分を小森さんと一緒なんで。午後なんか絶対やんないです。今日のテーマは小森さんと一緒ってテーマなんで。一緒に取りましょう。いやいやいや、今でも根掛かりでこのタフブランクスのいい曲がりを感じることができました。僕もその辺のカバーを田中さん打てないうちに打っちゃうかと思ってるけど。いや俺沖側のこの細タッチに打ってます。いやもうね寒くてカバータックルを作る気すらしない。あ、作ってないですねまだ。でもニジマスたちも入ってるからなんかいいことないですかね。ないでしょう。カバーデコでニジマスが釣れたなんて聞いたこともないですよ。魚上ずったりしないですか。なんかでかい個体が。いやないでしょう。ないないで。やばい、小森さんが後ろ向きになってる。いやそんなんで魚が上ずるとか、ない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 。雨で魚の活性が落ちてるぐらいします。いややめてくださいよ。もうそれだけが今魚の活性は上がってるはずっていうのが俺の意味で。魚の活性が上がるっていうのは僕はにわかに信じてないですよ。だってね、秋とか冬とかトーナメントやっててですよ。ああ秋口から。ああすごい、こんな冷たい雨降った時ライブやる中で魚ってじーっとしてません。ああ、じーっとしてますね。ですよね。ああ、やっぱあったかい時の活性上がってますよ。あれ上がってないですね。ですよね。
やめてくださいよ、いかにこの心を強くシェイクするかな。でかいのはたまに確かラーメンの時の方がでかいのは出てるし、巻物なんて曇ってないと釣れる気しない時あるんですけど、でもね、これはもう明らかに雨の日は魚じーっとライブエルの底でしてるっていうのが僕の中にはあって、だから雨の日は活性が上がるっていうのがどうも僕の中ではつながらなくて、だから雨の日は弱いんですよ。雨の日は本当に苦手としてるんですよ。分かんなくなっちゃうんですよ自分で。不思議なんですよ、ライブエルの中であんなにライブエルのしかも一番深いところにじーっとしてくるのに、雨降るとバスが、なのに亀山ダムなんか雨降ると明らかにレンジがちょっと上がってきますよね。理由を知りたいですよ。もう今日は知らなくてもいいや。まあちょっとなんとかライトリグで行ってくる移動します。はいはいはい。本当これ無理だ。手掘りそうだ。だって体の芯から切るとまた熱出そうになります。若旦那もいやさすがに小森さんでも厳しいんじゃないかなみたいな言ってましたね。いやでも小森さんだったら何とかするかどうかなって厳しいよっての言ってましたね。田中さん、キャスト禁止にしようかな。一気白くなってきましたよ。はい、1月ですもん。いや、だって朝白くなかったでしょ。朝やっぱ暖かかった。やっぱ下がったでしょ、気温完全に。予想通り体感も下がると思ったけど、気温も下がったでしょ。いや、雨やみましたもん。降るでしょ、こんなの。いや、もう大丈夫ですよ。こっからはもう晴天無風みたいな感じで。そっち投げないでくださいって。え、そっち投げたらもう全く思って邪魔になるから投げないでって。どっち投げればいいですか先生。釣れるように僕もコントロールしてやってるんですよ先生。どっち投げればいいですか、ね、そっち、こっち。もうポイントを見つけて投げて船逆に向けて船止めながら、はい、ゆっくり一箇所でシェイクできるようにしてるのに、はい、それをさせてくれないんですよさっきから。俺無理だなって思ったもん。後ろ向きに引っ張らないと無理なんですよこの時期は。ああ、後ろの方ですね。でもポイントに頭から入るでしょ、はい、説明しながら入るから、はい、カメラこっち向いてるし、はい、で投げるから船逆向けるでしょ、はい、そしたらもうクロスキャストになるんですよ。いや、小森さんがその都度どっち投げてくださいって言ってくれればそっち投げる。竹食いに投げてくださいって。竹食いあれだってなんか違う感じがするんですね。だ普段は、はい、この状態だとゲストさんが先に投げるから、はいはいはい、僕はこんなに苦になってなかったんですよね。小森さんも積んなきゃいけない。後ろの人が投げる状況で自分も投げるっていうのは、はい、すっげえ面倒くさいな。そう、この前3人乗りだったんでやっぱり無理だなと思いました。だから釣らせることなのが簡単でしょ。そうなるといやこの時期で3人乗りで全員釣るってやっぱ無理だなと思いましたけどね。自分が釣るのは無理ですよこれ。あの同じようにやるな。とりあえず小森さんも釣ってください。じゃあ俺もうって言いながら投げるじゃないですか。まあまあまあ、一応この竿、この竿、この竿で釣んないといけないんで。言いながら投げるから船が回しにくくなるんです。いやもう言われた方に投げるんで言ってください。あっちあっち。あっち。絶対あっち。近いじゃないですか。大丈夫ですか。本当ですか。嘘しか言ってませんよ。もうちょっと釣れるところに。ほら釣れるところに投げたいじゃないですか。投げたいです。まあでも小森さんの次に投げる。この岬の。はい。アウトエッジに立ち木が入ってるんですよ。はい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 、こうみんなあんまやんないんで、はい、立ち木にちゃんとコンタクトさせてポイントです。はい、こう釣れるんですよ。だいぶドラマティックになってきましたよ。大体二人では釣る気ないですよ、ね、先釣ったほど勝ちだよ、こんな。釣り坊さんが釣れば釣らしてもらったって、小森さんさすがですねで終わって、はい、僕が釣れば小森さんさすがですねで終わりですよ。どっちかというと僕にとってはマイナスはないと。まずいな、小森さんがマイナス思考に陥ってきてる。もうね、あの去年一昨年台風で倒れたレイダウンが多すぎて、はい、レイダウンに取られちゃってるんですよ魚をね。だからまずフラット側に魚回ってこない。はい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 、で決定的なところなんですよそれが。だからこういうフラット側にポツッとある立ち木とかって魚がつくんだけど多すぎちゃう。そういったところに魚が届かない。それは今釣れない理由の一つ。はい、ポイントが増えすぎちゃった。そういうことですね。
本来そうなると全くそういうのがない本小回りとか、うん、そういったところを狙うんですけど、うん、過去にもこういうことあったんで、はいはい、魚が届いてないんだから釣れないでしょうね。うん、魚が届いてないんですよ、つまり本当に。うわあ、11時終わりの感じになってしまった。この金いらねえよ、いつも思うけど。なんで11時半なんですかね。このくらいになっちゃうと、このくらいが入ったことによって、はい、動画をいくら撮っても朝一で帰ってたって言えなくなっちゃうんですよね。そうなんですよね、まあ、ここカットすればいいですけどね。今釣れちゃったりするんですよ、この時に。あこのキャラクターせい。特にここはよく釣れたんだけどね、昔は。この岩盤から落ちてくるところの、はい、エイラン。でも、ほんとここが落ちてから、ここに取られちゃって。そっちを投げればいいってわけじゃない。いや、投げてみますよ、そこ。ちょうど深いエイラン入ってる。もうボロボロになってますけどね、一時ずっと見てない。かかっちゃうかな。もう一回来るほど細いエイラン残ってないかもしれない。はあ、いい立ち気に絡んでますか。そうですね、初めての場所なんですけども。一番深いところで 11m なんで、はい、そんなに前にどこ投げても釣れる可能性はあるんですけど、はい、よく釣ってたのは最初に投げた立ち気、そこの岬のところと、はい、このバンク沿いの、まあ、今投げたこの辺だったんですけどね、はい、そこ倒れてから本当そこばっかり。でももうそこもパワーがなくなってきて。何なんですかね、あれ入って1年ぐらいは最初良かったりするじゃないですか。もう周りになければね。あ、周りにいっぱいになっちゃったから、こういうとこにちょっとチリジリになって枝がなくなってくるじゃないですか。はい、そこだって冬テキサス陸とかで釣れてましたよ昔。あ、はいはいはい、はい、見えた時は。はい、モコリクロウとかですか。うん、だっ時はモコリじゃない、まあ、釣ったのはゲリークローとかです。まだモコリ出る前かな。あ、出てすぐの頃かな。いや、もうちょっと後だな。でもゲリークローです、はい、入れるだけならゲリークローの方がいいやって言って入れたの、はい、テナガホックと。帰った理由を生きてるうちに。いや、僕は帰りたいって何度も言ったのに。1年を通してこんなライトリング真剣に投げてる瞬間今ないですけどね。かなりこうガチで釣りにかかってるつもりなんですけど。これは釣れないわ、針が曲がってるわ。ああ、てか直すペンチがないの。多少寒波が来ても、はい、空が晴れてる方が絶対房総半島がいい。ああ、寒波と曇りだ、雨だったら寒波の方が全然いい。そうなんですね、絶対寒波の方がいい。ただ寒波で雨降っちゃったり雪降ったり曇ったりするともう目も当てられないし、うん、風は寒波じゃない方が吹かないんで、はい、風はない方がいい、はい、なので寒波は風が伴う時があるんで、はい、あ、そうですね、どっちがいいっていうのは一概に言えないんですけど、うん、今日じゃない方がいい。なんだ、外側の岬行きましょう。はいはい、田中さん、あそこの船に乗り換えて、はい、頑張ってたぞ、あと残りの時間。コンクルージョンだけ貸してください。あれコンクルージョンって言うんですか。コンクルージョン始まった頃は華々しかったのに、あんな感じになっちゃったんですね、小森さん。早くも冬だからでしょ。あるんで無理が。いや、だって小森さん発信企画じゃないですか。いや、今日っていう日程に無理があるで、これ。あの小森さん発信の企画ですからね。あの忘れない。やめましょう。釣れてなかったらやめましょう。思い通りにいかないことは全部やめましょう。2月もっときつそうじゃないか。2月はきついことが分かってるからいいんですよ。1月だってきついですよ。2月は釣れなくていいんですよ、当てに行こうとして巻き続ければ。ダメだったねって感じ。いや、でもやった、やりきった、楽しかった。
なんてことも言えるじゃないですか。1月は楽しくないよ、寒いもん。いや、だいぶでも雨が上がってくれたおかげで手は完全まだ降りますからね。もう明るいっすよ。未来は明るい感じだった。中では雨が上がってくる要素ですけど、どういったんですか。寒いでしょ、雨が。ルアーをバーチカルに落として、はい、船を動かしてから飼育したいんですよ。はい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 。できねえんだよ、それが。すぐ投げたがる人がいるから。だから、言ってくださいよ。だから、ガイドをしながら自分が釣るのは簡単だけど、自分が釣りながらガイドをするのは難しい。はっきり言って。そんな、企画倒れになっちゃうじゃないですか。だってこれ小森さん発信でだって釣り子さんにも釣ってもらいましょうって言ってたじゃないですか、この年末に。晴れてればね。晴れてればね。3月ぐらいから始めたかと思ってたんですよ。はい。まさか1月から始めねえだろうと思ったら、本当に1月からやんなかった。1月からやりましょうよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1ヶ月で3月からしませんか。なんか、お、あ、違う。これプラということで、その企画の。ロケハン。ロケハンで。ロケハン3回で飛ばさないと NHK なんでね。試し釣りっすね、今日は。キングオブファンタジスタの。こうバーチカルが軽い、喋れない。バーチカル気味に。喋れてないじゃないですか、寒くて。チクチクやって引っ張れば大丈夫ですか、小林さん。だからね、映ったところに落として、立ち木が。はい。うまく絡めたことを確認してからシェイクした方がいいんですよ。ああ、本気で。はい。はい。まあ、そういう細かいニュアンスの場所もいっぱいあるんだけど。クロスキャストマンがいるから。クロスキャストで人がいっぱいいるんですよ、今日意外と。あ、そうですか。あ、まあまあ、そうですね。ポイント、ポイント。次行きましょう。はい。これはやっぱ、確実に死んだみたいに。小森プロ、この一投に全てをかけて。違いますよ、こうやって、はい、たつきとかに落として、船が通り過ぎてから飼育をするっていうのが、はい、この時期のやり方なんだけど、はい、これをやろうとした時には、もうすでにキャスト体制に入っている方がいて、後ろにクロスキャストマンが乗ってるわけ。船をこうやって、こうできないんですよ。一人でやるときはこれがもう鉄則です。あ、これガイドのときはこんなことやらないです。よっぽど釣れなかったお客さんにこう落としたいとか言いますけど、はい、サイドの時は大体の場合は一等に投げてね、はい、次そのキャストが入るまで粘ります。そこで昔いましたね、マジで。こうやって、はい、立ち木にバーチカルに落として、はい、船を動かしてからシェイクっていうのがいいんですよ。ちょい進めて、その船もあんまり動かしちゃいけないんですよ。それは 2D の魚探で十分ってことですね。全然 2D でいいでしょう。ああ、まあ、これが360とか、はい、ライブスクールだとキャストでできますけどね。ああ、先々に見つけて、はい、効率はいいと思うんですけど、うん、あとルアーが入っていることも確認はできるんです、一応、はい、ただレンタルボートってどうしても風で流れるじゃないですか、はい、言っても、はい、風吹いてなくても波動で流れますよね、結構流れますね。だからライブスコープで丁寧に確認しながら入れるって、まあまあそれだけで作業が大変になっちゃって、はい、釣りがおろそかになると思うんですよ、はい、エンジンのない上にライブスコープはちょっと無謀かなと。うん、これは食わないんだね、今日厳しい日ですかね。もうやっぱね、晴れなきゃダメだって言ったじゃないですか。こんなちゃんと降り続けると思わなかったんですよ。だって曇りマークだったもん。曇りマークどころか昨日は晴れって言ってました、晴れ。で、マーサー見たときは夜まで雨って書いてあったんで、もうダメだこれと。状況も状況だし、夜も雨って言ってやんないでしょうと思ってたら、やる気満々で降りたところからカメラが回ってるんですもん。いましたね、そんなやつ。もうテンション下がりまくりですと。そんなやついましたね、明日が天気いいらしいですよ。おはようございます。死ぬか殺してやろうか迷いましたね。あれ6時なのに小森さん来ないなぁと。7時って言いましたよ。雨降ってんだけどなぁと。基本的に釣れるなら朝から行かなくても釣れるだろうと思ってたし、はい、釣れないなら朝から行っても釣れないだろうと思ってたんで。ダメじゃないか。
よいしょ、ほらほら落として。はいはい。どうして、この船の1メートル、2メートル以上離れたところに落としてください。はい。船の真後ろぐらいかな。ここで来るぜ。こう有名な林道下の張り出し。ああ。要はだんだんね、対岸に当たるところですね。ああ。だんだんの緑地の裏を通ってるチャンネルの、はい、だんだんの対岸側、ここ4枚張り出しなんですよ、こうやってあるんですね。はい、でも11月とかにすごいよく釣れるポイントなんですけど、2人ともしっかりと反発立ち的なものがポンポンと入ってるんで、はい、まあ、こうやってマーチカルやるには狙いやすい。うん、1月に釣ったことも何度もあります。はい、だけどやっぱちょっと風が強い日が続くと全く来なくなっちゃう場所ではありますね。でもね、こういうあんまり抜かれてないでしょっていう場所で釣っていかないと、はい、多分もう残ってないでしょ。大場所は結構みんなにしっかり週末とかに。大場所は逆に魚も多いからいいんでしょうけど、はい、なんていうか小場所は逆にもうダメでしょ。小場所じゃなくてその穴場、花場のところをこうやっていかないと。魚だと思うんですけど、この下に切ってるんだからね。うん、でこの冬の壁側でね、3日来てのオフィスとかで、ね、プラでも4日連続のオフィスとかありますよ。はい、だけど、ぐっとそうだったらやめますよ。はい、川口湖なんて、でもあんだけ4日間ブリプラ10センチぐらいしか釣れなくて、はい、直前プラで1500が釣れて、1700が釣れて、はい、そこから目覚めて優勝するときもありますけどね。すごいですよね、それ。すごい話ですよ。優勝っすかね。優勝まで行っちゃったらすごいですよね。でもね、1月半ばになってくると、まあ、こう、20年くらいガイドをやっていて、はい、やっぱりね、釣れないこともあるんですよ。はい、僕といえども。やっぱりこの天気の条件とか、まあ、そのお客さんのスキルももちろんある時もあるんですけど、お客さんのスキルを覗いても、今日はこれ無理だなっていう日がやっぱあって、その一つはやっぱ風の強い日。まあ、強いでも釣れたことはあるから、強いと絶対釣れないってわけじゃないんですけど、強いとやっぱり可能性は出てくるし、あとこういうちょっと寒い日。まあ、ちょっと、そういう時もあるっていう感じですね。まあ、いつも釣れるわけじゃない。12月中だったらね、絶対釣れるし、デコなんかありえないと思ってますけど、まあ、それも含めて冬なので、いかに次の魚が難しいかっていうことになるんですけど、どうして今日こういう動画が回って、釣り道さんと来てる時に限って釣れ、こういう日になってしまうのか、こういう、これをじっくりと検証したいですよね。あ、小森さん。はい。釣り工です。あ、何釣り水。長光さん。もう今日から釣り水だ。釣り水。今日このまま釣れなかったら釣り水に変えましょう。もうこのゼロンチャンスをぜひものにしたいですね。なるほど。今当たりありました？ないですね。今日3回当たりあったんですよ。いや、さすがプロの。1回は、ちょっと遅れた。で滑った、はじかんでて、あとの2回はよく分かんないけど体の反応ができてないね。はい、ただまあバックかどうかも分かんないし、魚が大きいかどうかも分かんないし、まあ、上がってきてないんだから本当に当たったのかよって言われたら分かんないし、すいません、釣れませんでした。小森さん、明るく終わろうって言ってたのよ。なんかずっとなんか寂しい。いや、全然明るいじゃないですか。寂しい感じになってって全然明るいですよ。明るいね。家族計画、ちょっとね、家族計画じゃないですよ。家族計画今壊れそうだから、はい、帰りたいですよ。今日はね、正直ちょっと僕もね、はい、体調を懸念してしばらく休んでたんで、はい、ちょっとリズムが合わねえ。合わない、合わない。釣り子と合わないってことですか？釣り子さんは基本的に邪魔しかしないから。クロスキャスト野郎、クロスワイヤー釣り子、はい、違う、釣り水。バックシートに乗せない方がいいぞ。バックシート釣り水。
あのいつもガイドやってるときはお客さんこう投げてください、はい、落としてくださいじゃないですか、はい、でも自分が釣れって言われて投げるじゃないですか、はい、当然自分が投げる釣りとお客さんを重点釣らす釣りと、はい、ボードポジションでこれだけ違ったんだって今改めて思ってますよ。あ、こっちこんな感じで入れてくださいねみたいな。今多分 10m にちょっと沈み物映って、はい、この周りやろうって思って投げるじゃないですか、はい、で投げたんだけど真下って釣りづらいからちょっと船を流すんですよ。そう、はい、その流したらもうすでにキャスト台風に入ってるこれちょっと相性良くないね。はい、はい、まだしかもテクニックを縄地知ってるから、はい、ものちょっと流してる時にベールを上げて糸を出すとか普通にやっちゃうじゃないですか、はい、これますますクロスしてきますよね2人の糸がね。2人の運命がクロスしてきましたよ。そうですね、これが醍醐味ですね。醍醐味ですね、2人乗りのね、はい、まあ楽しくできてればいいんですけどね、はい、途中険悪なムードになりましたからね、何回か帰りたくなりましたもん、はい、だってあんだけ雨降ってるのに降ってないって言われたら帰りたくなるんですよ雨を認めたらもう帰ることになっちゃいそうで、いや本気で寒いですよ今日。寒いです。朝の気温4度だったけど、はい、今も多分これ4度ぐらいですよ。今もそうですね、これでこうシャンシャンと降りしぎる雨にびしょ濡れになった後の北風っていう、はいはい、すごいですね。何にもいいとこないですね今日。なんかねこう今なんだろう、料理でいうと本当にあの熱湯に通される前の 下準備をされてる感じ、はい、まず雨にさらされ、はい、北風に当てて、はい、この後こっちがあるんじゃないかっていうぐらいの。まあでもこれが動画としてなっ、はい、成立したらまあ要はよくあるあの亀山のガイド本みたいな感じでこの背景とかを見て亀山通ってる人はまあ、はい、あこんなところを大体狙うんだなってのが使う。一回やったんですけどねそれ雑誌、はい、はい、それの動画バージョンみたいな感じ。これは釣り子バージョン、はい、ああ一回や雑誌でやったの動画でやったんですよ、はい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 、全部動画でやったんですけど、はい、これはあのニューバージョンで、ニューバージョン、ニューバージョン2021バージョン、2021バージョン変わり果てたこの戦後の亀山をいかにこうそうは言ってもそろそろ小森さんがバシッと釣るんじゃないかなと俺は見てますけどね。そう思うでしょ。クロスキャストもそんなにもうしてないし、いい時間にもうクロスキャストしまくったらダメかもしんないなそろそろ釣ると思うじゃないですか、はあ、今当たっても上げる自信ないですよ、手回せないですもん言っても東日本で一番の男ですよ小森さん。そうは言ったって日本というかまあ日本でも何回か一番取ってますけど東日本直近ナンバーワンの小森さんが釣らないわけがない。いやそれもね、あのねリズムに乗ってるやつ釣ると思うんですけどリズムに乗れてないからね、多分この9、10に釣るやつに近いと思うんですけど、ね、はい、いいサイズは6、7、8だと思うんですよね、はい、なんとかとりあえず釣りにかかんだったら90の越冬気味くんをこっちを釣らなきゃと思って、そうやってプランを決めるから釣れなくなるんですよ。俺何も言ってないです俺何も言ってないです小森さん俺はもう小森さんに釣っていただきたいし、ね、もうやっぱ玉だったんじゃないもう俺は小森さんに釣ってもらいたいその一心で生きてますから。これなんかもう何でもいいですよ、もう鼻くそみたいなもんなんで、本当にもう半年ぐらい釣れなくてもいいんですよ。本当に釣れなくなるのってことですか。小森さんだけとりあえず言霊って言ってね、言葉はね、はい、そのまま言った通りになりますからね。もう今コンクルージョン握っていただいてますし、ここでバシッと釣っていただければもうはいカットで終わりなんで、はい、体が寒くないって言ってたけど今嘘、体が寒いだいぶ冷えましたよね。だいぶ冷えたって言っても寒いですよ。正直田舎のおばあちゃんとかが、僕田舎神戸だから違いますけど、はい、あの東北の方のおばさんとかが、はい、いや寒いね今日雪になるかもねって言ってる天気ですよねこれ。そうですね、状況が状況だったら降ってますよこれ。昨日の日中が暖かかったから雪じゃなかったけど、ちょっと寒波が入ったら雪になる。東京雨でも亀山は雪っていう時ありますからね。はい。アマゾンで買うのに、はい。で、
来ないと携帯の方にお荷物を届けしましたが、不在だったら間違いありました、各のところで連絡くださいって人気のメールが来たんです。はい、あのボコボコ湧き水は悪くないですか。湧き水は最高ですね。あれ、屋敷跡にあるのもあれ湧き水ですか。井戸跡ですね。あで、あのただ、おっしゃあのただ、おっしゃよっしゃこれさ、お願いしていいですか。よっしゃこれさ、よっしゃすげえ。俺の辞書にノーフィッシュなんて申し訳ない。いやいや、もう時間的に無理だと思ってました、ちょっと。ちゃんと一人でやれば釣れるんです。それもうね、絶対無理だと思ってました。よいしょ。ルアーは、ルアーはほら、セクシーシュリンプ。冬の定番ですね。あ、これ、往年のあのガイドの時しか公開されない。そうですね。秘密のワームですね。はい。うわ、セクシーシュリンプ。すげえ。それはちゃんとキーパーサイズですよ。おお。広がらないけど、まあ、27、28ありますね。すごい。針を外す力がない。入ろう。もうすごい。もうね。これ1月の貴重な、一匹ですよ、これ。ありがとう。貴重な一匹。まあ、ちっちゃいけどね。この一匹は小さいけど、これは人類にとって大きな一匹だろう。盛り粒引くわ。はい、網取れないね。大変なことになりましたね。で、よいしょ、ちゃんとね、キーパーでした、今のキーパーですね。これがよしとかないと。これさ、ルアーを教えてください。はい、今のセクシーシュリンプっていう、ゲイリーシュリンプっていうワームなんですよ。よいしょ。昔からあるシュリンプですよね。シュリンプです、普通のシュリンプなんですけど、このシュリンプって実はね、すっごいいろんな使い方ができるんですね。もともとは手が左右についていて、もう出せないぐらい手がかじかんでいる状況ですね。そう、もともとこのね、横ひげがついてるんですよ。はい。これ全部取っちゃいます。はい。こう覆い隠さる手を取ってセクシーな、イアンセクシーっていう感じにしてしまうのが、セクシーシュリンプ。まあ足がセクシーなんですよね、やっぱり。そうですね。ほら、隠してる手を取って、またがちゃんと見えちゃってるっていう。まあそういうセクシーシリンプ。小森さん、下ネタやめてください。すいません。はい。まあこれと同じような使い方ができるゲイリーワームだと、まあリトレーターっていうのがあるんですけども、リトレーターもダウンショットでも、まあジグヘッドでも釣れます。まあどっちかというと僕はジグヘッドで使うときはリトレーター。で、ダウンショットで使うときはシュリンプっていうふうに使い分けて使ってますね。この2本のテールでその美波動を出してやる、こういった釣りをぜひマスターしてほしいなと思います。ありがとうございます。はい、ぜひ釣り道さんもやってください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。毎月亀山釣り子チャンネル、今日はですね、1月の亀山、まあ真冬の亀山なんですけど、ちょっと辛い日に当たってしまいました。やっぱ真冬でもね、人間が暖かいなと思う日が釣れるっていう話を今日散々したんですけど、今日は人間がかなり寒いと思う一日で、まあ結構厳しかったです。まあ途中でこれ釣らせるべきか自分で釣るべきかそこ悩んじゃったんで、釣りがわけわかんなくなっちゃって余計苦しんじゃったんですけど、まあ結果として釣れたから良かったかなと思います。で、まあその中で自分が使ったタックルはこれですね。これファンタジスタスリースのエクスペリエンス、60ULS の2代目ですね、 2MGSMGS シリーズの様なんですけど、ガイドはこれトルザイトの、3コンシエクエンスと同じガイドセッティングに変えちゃってる、コンシエクエンスのプロトにしたモデルです。で、まあ、ガイドセッティングがコンシエクエンス。で、バットがエクスペリエンスっていうロッドで、まあ、初期の 60ULS をイメージしてる、まあ、曲がりと軽さとっていう感じの、まあ、ロッドなんですけど、まあ、いわゆる僕のダウンショットロッド。
リールがですね、まあ、レボの MGX シータ 2000SH、これドノーマルですが、ハンドルだけ変えてるね、あのフラットノブ S に。で、ダウンショット。これが、まあ、あの、スプリホックの、LO フックの3番。レッグアームと同じフックですね。それと、シンカーが、これもレッグアームと同じ、32分の3オンスっていう重さのダウンショットで、ワームがこのセクシーシュリンプ。いやー、これは昔からガイドの時だけ、はい、ひっそりと使わせていただいたりしてたんですけど、はい、まだ2021年でも全然釣れますよ。はい、やっぱ冬はレッグアームってイメージが皆さんあるんですけど、レッグアームってすごく簡単なワームで、ポール中にもバスさせてくれるし、そこから横方向に動かしていて、これが速くても遅くても結構バスが食ってくれる、まあ、本当にバスにとって餌みたいなワームなんですよ。で、まあ、その動きの中でテールがこう水をキックしていって、横の動きだったり落ちてくる動きでバスを誘って食わせるんですけど、さすがにこう冷え込んでしまうと、水温強8度とかになってしまうと、そんなにまあ追っかけてこないんです、バスが。だからいくら誘ってバスが追っかけてこない、むしろバスがいるところで食え食え食えってシェイクして誘ってる方が食うんですけど、こういった弱いシェイクには実はレッグアームってそんな得意ではないんですよね。弱いシェイクはやっぱビハードが出せる、まあ、スモラバだったりとか、あるいはリトレーターだったりとか、そういうパーツがこうちょっと広がっているものの方がビハードが出せるんですけども、このシュリンプっていうワームもその一つで、これさ、これがオリジナルのシュリンプですよね。そうです、パッと見エビっぽいじゃないですか、はい。で、まあ、その横にこうついてる手と、この一番長いのを除いたこの辺の手を全部取っちゃうんですよ、はい。で、まあ、そうなると、まあ、こういう形になりますね。これが噂のセクシーシュリンプ。はい、うわー、ちょっとまあいろんなパーツを取って、まあ、脱ぎ捨ててセクシーになってるという、すごいですね、そういう表現なんですけど、はい。まあ、その、はい、何年前ぐらいからもう結構使われてますよね、これは。でもシュリンプが出た時の2年目ぐらいから使ってるんで、要はこれスモラバのトレーラーとしてすごく優秀なんですよ、はい。でスモラバのトレーラーで結構釣ってる方も多くて、プロでも。で、まあ、その人の使い方って結構一定シェイクなんですよね、はい。やっぱ一箇所でシェイクした時にこの2本の手がこういう風にこういう風にちょっと微妙にずれる感じのビハードを出して、はい、結構盛んに、まあ、口を使わせるっていうルアーだったんで、はい。まあ、それを考えてちょっとそこを強調して、冬のこのなかなか食わないやつを一点シェイクで食わせられないかなと思ったのが最初ですね、はい。普通ワームってね、こうやって動けばいいと思ってる方って結構いるじゃないですか。で、こうやって動くと実はワーム全然釣れません。ワームってね、基本的にこうやってロールさせるような、ローリングの動き、そうです。それを水中でいかに出すか。だから硬い竿でシェイクしてしまうと、これはやっぱ水中でピョンピョン跳ねちゃって、ハイシーズンなら食うかもしれないですけど、今の時期やっぱこんなピョン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 動くもの、これを食うならホール中にバス反応して食うと思うんですよね。やっぱりパッと押してきて、食おうかな、どうしようかな、あれ餌だよなっていうような、止めていった瞬間パッて食うような魚が多いんです。そういったのを誘うには、もう一点のこのフックを中心としたキール、これをキールとして考えて、こうやって揺れるようなこういうアクションを出しつつ、その中に手がちょっとだけこの揺れとは違う感じでペペペって動いてビハードを出してくれる、絶妙な食わせアクションできるんですね。なんか自分的には、はい、本当あの小森さんのレッグアーム推奨の針の番手、はい、重りの番手、糸の番手で、はい、そのまんまサクッと付け替えだけで、そのアクションのレッグアームからセクシーシュリンプへ変化させられるっていうのが今回すごい収穫で、はい、あ、同じセッティングでルアーだけ変えて、ちょっとまあ手は取ったりしますけど、はい、それでゲイリーでこの使い分けできるんだっていうのがいいなっていう。そうですね、この3番のフックっていうのは結構それをまあ中心として考えてることがあって、はい、このシュリンプもそうですし、あと 3.51 カトテール、これも3番でいけます。はい、で3番のフックでいろいろ使えるワームがあるんですけども、同じダウンショットでも今日ちょっとまあ釣りしてるときお話したんですけど、ポールから横の動きを誘うときはダウンヒルで釣った方が釣りやすい。でバスも下に追っかけてくるからダウンヒルの方が食わせやすい。逆に1点でシェイクするときはアップヒルでやった方がシンカーがこう引っかかりやすい。そういったときは1点シェイクです。それによってワームを付け替えてやって、ボートポジションを変えてやると、同じポイントを 2つの釣り方で試せる。それによって、まあ、本来口つかない魚を探すことができるっていうメリットがあるんで、まあ、この同じタックル同じセットのまんま、試せるっていうのは結構大きいと思います。ちなみに
ったところの、はい、まあ、最後、小森さんバシッと、はい、あ、ここ俺釣るからって言って、はい、あの決め打ち的に釣りにかかったじゃないですか、はい、あそこの、まあ、言える範囲で大丈夫なんで。そうですね、まあ、あの今日は一日の中でやっぱ僕ちょっと迷ったことが一つだけあって、やっぱりね、バスのポジションによってはバーチカルでは釣れないんですよ。もちろん釣れるんですよ、丁寧にやれば。でも2人乗りでバーってバチャバチャってきて、ポイントの上に見て、下が 4m だと、なかなかこの活性の中では食いづらいです。バスが出入りしているなら食いますけど、基本的に今の時期バスそんなに動いてない。泳いではいるけど、そんなスローに泳いでるだけなんで、そういった魚はバーチカルで狙うよりは、ちょっとキャストで距離取った方がいいです。だから7、8m ぐらいだったら距離取った方が釣りやすいと思ってたんです。で、結果的に今日釣ったのは90で、まあ、今日一日の中で魚探見てると、やっぱ90の釣りがちょっといいところがあって、それがそういうちょっとブレイクとか、立ち木とか、その周りにちょっと映るんですよね。で、それを狙おうと思って、それをキャスティングでルアー入れるのってなかなか難しいんですよ。で、ルアーがこう立ち木に対して、ここに入って引っ張って持ってくるのか、ここに入るのかで、ちょっと変わってきちゃうんで。で、まあ、いつも冬場やり方なんですけど、ボートでこのポイントの真上に行って、ルアーをちょっと外したところにポンと入れて、そのとこから船をちょっと動かして、この立ち木が絶対絡むコースでルアーを引いてくると。そういう丁寧なやり方。この時にまあキャストして進めて船を動かす距離って大体10メーターぐらい。あんまりキャストしない、結構まあルアーに一番アクションを与えられて当たりが取りやすいところをキープしつつ、ドラッキングじゃないんですけども、まあシューティングでもないんですけども、シューティング気味にポイントを選択して、そこをややハーフドラッキング気味にルアーを絡めて通すっていうピンスポットの打ち方、まあ、これをやろうって最後決めたんですよね。で、それをやりやすい場所の中でも時間的にも、まあ、時田の前の、岬の沖にあるちょっとしたブレイクを狙おうと思って、そこはすごいちっちゃいスポットです。ぶっちゃけ距離的に言うと15メーターぐらいの長さの、15メーターもないかな、10メーターぐらいの長さの間に2箇所ぐらいちょっとえぐれみたいなのがあって、そこにうまく引っかかればいいなっていう感じで落としていった。で、まあそこに、まあ最後はちょっと集中してやろうと思って、まあ後ろにいることも無視して先にルアーを落とさせてもらって、ちょっと途中からその釣りをやっていこうって決めてから、まあ最後風向きも良かったんで、風に対して、まあ、うまく船を調整しながらできるポジションに風が吹いてきたんで、まあこれ釣れるなと思って、釣りますよって言って集中してやったらすぐ釣れたっていう感じですね。いよいよ始まりましたね、12ヶ月小森すぐ飛行企画の第1。そうですね、これね、全部できないかもしれない、先言っておきます。できない理由はまあいろいろあると思うんですけど、まあトーナメントもあるしなのですけど、まあできるだけこの12ヶ月全部2021年の亀山港をちょっと2人で見せていきたいなと思いまして、まあ、かつてレンタルボートのこの亀山ダムスタイルっていうのは結構雑誌とか関連動画とかでやってきて1年間見せてきたんですけども、最近大きく湖変わっていってますね。で、その中でまあ僕が見せたいのはやっぱ難しい変わったテクニックももちろんそうなんですけど、まあ簡単に釣る方法、その難しいテクニックを簡単にする方法であったりとか、難しいことやって難しい魚がたまたま釣れたことって映像としてはインパクトあるかもしれないけど再現性ないんで、見ても役立たないじゃないですか。だから見てやってみようと思ってできて、お釣れたってなったら面白いなと思ってるんで、そんなことをやっていきたいと思います。なので何か毎回僕が釣って、もしくは釣り子さんが釣って、まあ、解説通り釣れたら釣り子さんの魚だけでいいし、僕が釣って釣り子さんも釣れたらなるほどっていう再現性が出てくるし、そういう説得力のある、内容をお届けしていきたいなと思ってますが、ちゃんとできるかどうかはちょっとスケジュールしないということで、まあ、ちょっとだけお楽しみにしててください。とりあえず途中までもう諦めの手だったのに1月が成立しちゃいましたから、はい、まあ、順調にいけばまあ2月のどこかで2月攻略を、そうですね、都合が良ければまあ3月、はい、まあ、大会とかはそのあたりから動き出すかもしれませんからね、コロナの時期でもですけども、まあ、1月はね、僕正直成立すると思ったんです、もっと簡単に。だけどちょっと今年は厳しいです。この厳しいからこそこの2021年にこの亀山ダムっていうみんながアクセスしやすいところでやる価値があるんじゃないかなと思ってトライさせてもらいます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと、はい、もちろん釣り子 TV の方では実況の方とマスク苦しい、はい、はい、もちろん釣り子 TV の方では実況とか絡めて今回も綿密にやらせてもらったんですけど、はい、自分的にはやっぱり小森さんのコモチャンネルの方で、はい、ボードを使った解説なんかをまた今年もいっぱい見ていきたいんで。そうですね、これね、小森ボードの方も積極的にやっていきたいんですけど、
みんなが何が聞きたいのかなっていうのが本当に分からなくて、まあ、当然自分が思いついてこれはみんなに伝えておこうと思うことはあえてあのビッグバスの上げ方とかやっていこうとも思ってるんですけど、こうやって一緒に出てるとこれちょっと今度詳しく解説してよみたいなことが多分見えてくると思うんですよね。まあ、そしたらどんどんやっていこうかなと思ってますね、はい、そちらもぜひ楽しみにしてください。釣り子 TV のこのコメント欄にもあのこういうの知りたいっていうのがあったらぜひコメントを書いていただければ、小森さんにあのこういうのみんな知りたがってますよってお伝えしやすいかと思いますの で, そ, です、ね、そちらもよろしくお願いいたします、はい、今日はこう雨の中マスクしてやってたんですけど、マスクが濡れてすっごくこう空気の通り入り強くなって、もう苦しいんでそれぞれいいですか2021年12ヶ月亀山ラブ第1回目これで終了です。ありがとうございました。釣り光さんお疲れ様でした。釣り子釣り子さん、ね、釣り子 TV さん、はい、お疲れ様でした。お、来た来た、小森さんタモお願いしていいですか。小森さん、we'll be right back.